はい、今日は、ルッツェルの駅のコーヒー屋さんにいます。今ちょっとカプチーノをね飲んでますけど、カプチーノ危ないかな。本日ね、第29回目ですね。ちょっと日付を確認するものがないんですけど、まあ昨日の続きということで、まあどうしようか。まだ iPhone で撮ってるんですよね。レシートがあればいいけどな、もらってないんだ。前回の続きですね。前回が8フランのスクラッチを買って0円でしたね。第28回目が、今日は第29回目ですね。12月27日、今時間が何時かな、10時前ですね。時計じゃね、信用がないと思ってるでしょう。何もないような話だから見せますね、今ね時計をね。はい、下の方に27って書いてあるんですけど、見える27、レンズで見えるかな。27日ねの9時53分、あ9時48分かね、27日ということです。これは別に俺が別にこれでズルしても俺は得にもならないし、ね、見てる人もね得にもならないから、今これ今ちょっと広角で撮ってます。そしたらちょっとこれバッグでね、今ダイス切ってるんですけど、やっていきましょう。1枚目、さあ、見にくいですね。16、24がここに出れば当たりです。16、あ、16あった、16がありましたね。キャッシュは安定してますよね。必ず当たりが出るっていうね。あ、20を持った、ほら仲良しだな。ゼロはないもんな、今まで。あのキャッシュになって当たりは絶対あるんですよ。はい、16と24は後で削ります。16と24、2つ、初っ端から2つ当たってるね、嬉しいね。はい、2枚目。あんまり大きい声出さないからちょっとね、今日はすいませんけど、6と25ですね。はい、6と25、これは外れ。はい、3枚目、13と8ですね。はい、よし、3枚目も外れ。4枚目、はい、4枚目はどうでしょう。17、12、17と12が出れば、17、12、お願いだ、見てくれ、あと17、当たった、17、お、取っちゃった、あ、12もあるわ、あ、すごい、これ下みたいに3つあるわ、これ、これ珍しいですね、3つ連続したんでね。ちょっとこれ見えてるけど間違っちゃった、まあいいや、後でね取りましょう。すごい、ごくち当たっちゃった、4枚目よいしょ。これがまたやらかしてくれるんじゃないかと思います。22と16、16かった、22もあるかな、ないね、贅沢は言いませんね。6口当たってるよ、5枚しか勝てないの。
20万でしょ。20万ね。東京500円だけないんですよ。これ2フランクなんですよ。スイスの。はい。よいしょ。3枚食べました。すごいね。1個あたり、2個あたりの3個あたり。そうですね。じゃあまず1個からいきましょうか。はい。よいしょ。1個拾います。さあ、16は何でしょうか。2あたりです。はい。はい、2本あたり。はい。そして、2つ。16と24。ね。いきますよ。あれね。2ばっかりやね。24、6、お、いいね。あ、もう10プラン、これで元戻りました。すごい、元取りました。 100%。 お、初めての 100% 超えです。今日は3つあるからな、楽しみだもんな。12と17が下に3つあるんですよ。すごいでしょ。行きますよ。じゃあまず12からいきますね。12からいきますね。さあ、では2、 OK。 はい、 120% 戻り。これも2だな。じゃあ見てるからな、2だな。はい、2、はい、2です。そしてこれが何だ。テレテー、最後の1枚です。大型の棚とくれ。いい、全部に。オッケー、今はまあ160%持ってきました。で、今日は当たりが、これが6でしょ。そしてこれが8で14で、これ16だから10フラン買って16フランの当たりですね。今日はまあ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 、初めてこんな 100% 超えたの。やっぱルッツェルンの宝くじいいですね。ルッツェルン、グッド、OK です。はい、ありがとうございました。